鹿児島県立福山高等学校は、鹿児島県霧島市福山町福山にある、道県立の高等学校である。霧島市街地から10キロメートルほど東に離れた、旧福山町の牧野原に位置する。2011年度より、伊佐、愛良学区と合併し、愛良、伊佐学区となった。平成28年度は、学区枠を設けない方針である。旧福山町に存在した。 鹿児島県立福山高校が普通科、福山町立牧野原高校が商業科、農業土木科の前身となる。1918年、地元出身の実業家かつ政治家の田中正造が、資材を投じて、市立福山中学校を設立。第七高等学校増資官初代校長の岩崎、幸地下を校長に迎えて県外から優秀な教師を集め、 経典塾と名付けた施設での善良性や飛び級制度による早期教育などの特徴を持ち教育界に知られた。1945年に県立に移管され学生改革によって県立福山高等学校となる。新・牧野原高等学校の設立により並行。町立福山高等学校として1948年に創立。1973年に 鹿児島県牧野原高等学校と解消。新牧野原高等学校の設立により並行。上記の旧福山高等学校を旧牧野原高等学校に統合して新牧野原高等学校を設立。後に解消され、現在の名称、鹿児島県立福山高等学校となる。ありがとうございます。